それ以上のレベルに行きたいなら絶対必要なもの。あれは取るべくして取った。不正室の天才が現れるのを待つのではなくて作る。それではこれからオステオパシーのテスト、観察のポイントについてご説明させていただきます。まず立位の状態で肩の力を抜いてリラックスした状態で立っていただき、この骨盤幅に足を開いた、ここでテストを始めます。このテストはスクリーニングテストっていう名前がついていて、そのスクリーニングテストの中の2つのテストを実施いたします。1つは立位前屈テスト、2つ目はストークテストです。では最初に1つ目の立位前屈テストから入ります。前屈お願いいたします。ありがとうございます。今度は右足を上げてください。はい、今度左足を上げてください。ありがとうございます。この2つのテストが立位前屈テストとストークテストです。今のテストについてご説明します。まず私が手の置いているポジションはここ、これは PSIS って言われているところで甲状腸骨棘です。この甲状腸骨棘に手を当てて前屈をしていただく、そして足を交互に上げていただく、それによって今モデルの方は前屈をした時にも左が上がってしまい、足を上げた時にも同じように左が上がってしまいました。このスクリーニングテストはどのような症状が見られる方にでも行うテストであります。この PSIS の位置に手を当てて前屈をした時に指が上がってってしまうということは、本来前屈というのは脊柱から曲がっていくべきものなんですけれども、足という位置づけの骨盤が動いてしまうという現象が起きているわけです。本来ならば右側のように指は動かないというのが正常です。それに対してモデルの方は親指が左に上がっていってしまったので、これは陽性ポジティブということになります。2つ目のテストのストークテストですけれども、本来骨盤の動き方としては足が上がれば骨盤は後ろ側が下がってしまいます。こういう現象になる。足を振り出せば後ろは下がるわけです。それが正常であるのに対してモデルの場合には足を上げたにもかかわらず指が上に上がってしまいました。これは陽性ポジティブということになり、スクリーニングテストの名前が示す通りこの辺に問題がありそうだということがこの結果わかるわけです。つまり前屈をしたテストでも足を上げたテストでも左側に問題があるよということが結論付けられます。先ほどスクリーニングテストによって左にポジティブの反応があるというふうに出ましたけれども、本来オステオパシーの施術をする場合に体に対しての評価基準というのがバランス、それから関節の可動域の良し悪し、それから組織の質感、例えば左が硬いとか右が柔らかいとか左右差があるというようなことですね。それからご本人が訴える主訴、この4つの指標から体を評価していきます。で、今度はそれぞれ足、膝、骨盤、そして体幹というふうに問題があるのかどうか確認をしながら施術をしていきます。今前側の骨盤の位置が上下で
左右差に出ています。左の方が上がっている状態、右の方が下がっている状態、これがいわゆる骨盤の歪みということになって、例えば脚調査というような問題が出てきます。で、いわゆる脚調査っていうのは右足が長いとか左足が短いということではなく、もともと足の長さっていうのは変形奇形がない限り同じなわけです。だけれども足に長さの違いが出てるというのは骨盤のズレによって脚調査が出ていることになります。実寸は同じです。ただ骨盤が位置の異常が起きているので、どちらが長いとかどちらが短いというような問題が出てきます。で、その上に背骨が乗っかっているわけですから、その背骨がカーブが起きていろいろ不具合が出てきてしまうということになるわけです。足の関節を見たところ、外側の靭帯が伸びているような関節の動きをすると、クラックといってポキッという音がする。それに対して右は同じようなことをしても音は鳴りません。ということは、この左側の外側の靭帯に何らかの問題が起きていて、外に荷重が流れてしまうような傾向が出てるんじゃないかなということが推察できます。それでは両膝を立ててください、はい、今から骨盤の施術をします。私が今こう足を閉じているような状態にしますので、これに対して開いてください。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。もう一度お願いします。はい、リラックス。はい、最後回目ありがとうございました。次に少し足を開いた状態から、今度は閉じる方向への抵抗運動をしていただきます。お願いします。はい、ありがとうございます。2回目。はい、ありがとうございます。はい、3回目です。はい、ありがとうございました。これはショットガンというテクニックなんですけれども、恥骨を矯正するときに用いるもので、ご本人の筋力を頼りに施術をしていますので、非常にこうリスクが低い、それでいて効果が出るというやり方です。今足首の問題と恥骨の問題をクリアしました。で、3つ目に仙腸関節に関しての施術を行います。先ほどの甲状腸骨棘に対して、そして腰椎に対して刺激を加えていくんですけども、リラックスさせるために抵抗運動を行います。今足をキープした状態なんですけども、これを床の方向に力を入れてみてください。はい、そうです。リラックス。はい、もう一回どうぞ。はい、ありがとうございます。はい、もう一度お願いします。はい、ありがとうございました。筋肉を柔らかくしておいて、はい、今はスラストというテクニックを行いました。関節を動きやすくするために物理的に刺激を加えました。これで足首の問題と恥骨の問題と仙腸関節の問題がクリアになりました。それでは左の足首、恥骨、仙腸関節に加えた刺激の結果を見ます。再びスクリーニングテスト
前屈をお願いいたします。今度左親指が上がることはないです。右の足を上げてください。親指は下がります。今度左を上げてください。左も下がります。これは左の足首と恥骨と仙腸関節の刺激がうまくいったということを示しています。それではこれから症状に対してのケアに入っていきます。私が聞いている症状としては腕のしびれあるいは痛みというものでした。先ほど説明した通り左の足首、恥骨、仙腸関節の歪みによって骨盤に歪みがありました。で、骨盤に歪みがあるということはその上に乗っかっている脊柱にも歪みが出てきているということです。その結果腕の症状が出ているんじゃないかという想像をさせていただきました。で、実際にその根源である首の部分、それに対してアプローチをしていきます。触診上、先ほどの4つの指標のうち3つ目に該当する組織の質感が左が硬い、右が柔らかいような感触があります。で、その部分をポイントで押さえて、で、可動域を見ていきます。左方向に動かそうとした時にはよりタイトになります。右方向に動かそうとした時にはタイトにはなりません。前屈をしてローテーションをしてプッシュ、これをすることで左側の硬くなった組織が緩んできます。前屈してローテーションをしてプッシュ、前屈してローテーションをしてプッシュ。見ていただくと分かるように前屈とローテーションの角度が大きくなっていっていることがご覧いただけると思います。首の可動域を確認します。左側の突っかかりはだいぶ取れてきたんですけれども、右ほどの可動域がないので、ここで先ほど骨盤それから腰に加えたようなスラストを左側に加えます。楽にしててください。この力抜いて、ここ変な気持ちありますか？ないですか？前屈をしてローテーション、首の角度が明らかに可動域が変わったのが分かると思います。これで一通りの施術は終わらせていただいたんですけれども、先ほどから見ていただいている通り足首、恥骨、仙腸関節の歪みを取り、骨盤を安定化させて、その上に乗っかっている脊柱をいい状態にし、最終的に首の施術を行いました。ご本人の主訴は腕のしびれと痛みということでしたので、そのしびれている箇所あるいは痛い箇所には一切触れていないということが分かっていただけたと思います。で、この辺がオステオパシーのユニークな点であると思います。本来持っている症状のところっていうのは痛めているためリスクが高いわけです。ですからその
症状の出ているところを刺激しないというやり方も、まあ、リスクが出ないという一つの手法として捉えています。疾患の名前が頚椎症性神経根症っていう診断名を受けました。左の首から肩で、肩から腕にかけて痛みとしびれが突然出てしまって、寝違えのひどいやつかなと思ってたんですけど、でちょっと全然良くならない感じ で整形外科に受診した感じです。まずは首の MRI を取りまして、でその結果その診断名を受けて、でも内服治療ですね、痛みとしびれを改善する薬を処方されました。とりあえず2週間薬の方は処方されまして、で3日間飲んだんですけど、痛み止めの副作用で足にむくみが出てしまって、で違う薬に変更してもらったんですけど、全然もう症状は変わらずひどくなる一方でした。そうですね、全く治らなかったですね。私職業看護師をしてまして、で趣味で社交ダンスをやってます。でその私のダンスの先生、上脇由紀子先生に症状を相談したところ、上脇先生のリーダーの田原先生にも相談してくださって、で一度整体の先生に見てもらってはどうですかとのことで、田原先生が佐藤先生に施術とかを以前してもらったことがあったみたいで、それで佐藤先生の方を紹介してくださいました。整体のイメージってなんか結構怖そうな先生のイメージがあったんですけども、でも初めてお会いしてすごい優しい感じで安心しました。痛いところっていうか、もうこう骨盤とか触ったりとかして、で骨をこうバキバキするような、そういうことはあんまりなかったですね。痛みとかも全くなかったです。はい、1回目です。1回目は痛みが10だとしたら半分の5になりました。それまで1日3回痛み止めを飲んでたんですけども、2回目の施術の後はもうそれ以降は痛み止めを全く飲まずで今に至ります。先生のところには2回行って痛み止めをもう全く飲まなくなってますね。その後は定期的に2週間に1回ぐらい先生のところに行って施術の方してもらってます。そうですね、今全く痛みもしびれもなく、以前のように普通にダンスをできてます。先生の施術を受けた直後に上脇先生のレッスンを受けに行ったんですけども、バランスが変わったって先生に言われました。でその後に先日なんですけども、上脇先生とラテンダブルスオンライン協議会っていうオンラインの協議会なんですけども、それでチャチャの部で先生と出まして、準決勝に残りました。今こうやって元気で普通にダンスができてるのも佐藤先生のおかげで、症状が改善したおかげですね。